ニューヨークのブロードウェイでは今、新型コロナの影響による長い休演を乗り越えて、劇場が続々と再開しています。先週末には、ブロードウェイを代表するロングラン作品、オペラ座の怪人が上演を再開しました。10月22日、ミュージカル、オペラ座の怪人が1年7ヶ月ぶりに上演を再開しました。1988年に初めて上演されてから30年以上にわたり愛され続けてきた作品です。この作品を手掛けた著名作曲家アンドリュー・ロイド・ウェバー氏も劇場に駆けつけました。観客にはワクチン接種の証明とマスクの着用が求められます。ショーの幕が開け、再び明かりが灯ったシャンデリアが天井へと昇っていきます。2時間半のショーを終えると、出演者たちも感極まった表情に。It was, oh my gosh, it was amazing. I loved it so much. Broadway isn't back until Phantom is back. So there you go.It's just, this is definitely a moment in history tonight. And it just shows you how strong the family, PH, is. And just so strong that how much theater is. ブロードウェイを象徴する作品が復活し、興奮は最高潮に。ショーの余韻を味わうように、劇場の外ではお祭り騒ぎが続いていました。